今回はクラペエの芽土、メズダイレについて紹介します。使用する材料はホームセンターなどで売っている砂、特殊なものでも何でもありません。芝生用の芽土でももちろん OK。 水はけが悪い場合は砂を多めに、逆に水はけが良すぎる場合は赤玉土などを入れて調整すると良いでしょう。メズナを入れる目的としての一つ目は凸凹調整です。クラピアは苗を植えるのでどうしても株元がへこんでしまいます。歩くとグッと沈むのでその部分に入れましょう。平らにすると芝刈り機を使った刈り込みなどではカット面がとても綺麗になります。2つ目は越冬対策の保温目的。メズナをさらっと入れるだけでもかなり保温効果があるので新芽の出が良くなります。そして最後に見た目が良くない木質化したランナーの隠しです。粘りを良くすることで緻密なクラピアの絨毯を作ることができます。